今日は久しぶりに空港で写真を撮ろうかな。羽田空港のアプリで天気と展望の混み具合を見てみよう。お、天気もいいし展望も空いてるのか。よし、行ってみるか。今日空いてるみたいだし羽田行ってみない？え、羽田？空港に行くの？空港にも意外と見るものあるんだよ。へえ、そうなんだ。アート作品が展示してあったり、お買い物もできたり、空港も楽しいね。久しぶりに羽田空港の展望に来たけど、こんな便利な情報を教えてくれるんだな。機体と時間に合わせてベストな撮影場所を教えてくれるんだ。あっちか。あ、飛行機の情報が載ってるよ。スターウォーズジェットがもうすぐ来るみたいだね。あ、来た来た。あ、ねえねえ、あっちにも何かあるよ。ん？行ってみよっか。ここで撮影された写真が写ってるみたいだね。ね。あ、ポケモンジェットだ。あそこ座ろっか。うん。ここだと暖かくて静かでいいね。そうだね。あそこにもなんかあるよ。子供が遊べる場所もあるんだね。ここなら家族でも遊びに来れるね。なんか食べる？うん。こうやって検索できるんだ。使いやすいね。お酒飲みたいね。ビール飲みたい。空いてる方がいいよね。うん、混んでないのがいいや。じゃあここかな。あ、ここだね。うんうん、今回はいつにも増していい写真が撮れたぞ。そうだ、今日の写真を何枚か投稿してと。今度来た時に自分の写真が写ってたら嬉しいよな。楽しみだな。